ビオットは、フランス、プロヴァンスアルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・マリティーム圏のコミューン。ビオットは、カンヌとニースの中間にあり、アンティーブに近接する。ビオットは、アンティーブ、ムージャン、バルボンヌ、バロリスと共にテクノポールである、ソフィア・アンティポリスを形成する。ビオットは、かつての旧火山の場所にあるとみられるか、村が最大の火山の近くに位置していたと考えられる。 南アルプスの領域が実際に古代のテクトニック断層であるという事実からである。さらに、大規模に人が定住する前の土地で火山岩が発見されている。粘土、砂、マンガ岩ンが豊富に取れ、石窯があり、ビオットの政党はその良い条件を長く維持してきた。18世紀半ばまで、ビオットの陶器は高い評判を享受し、 マルセイユやアンティーブの港を介して広く輸出されてきた。今日、いくつかの窯が陶器だけでなく装飾された磁器、銀色器を作っている。1960年代以降、1956年にビオットにガラス工業がもたらされ、ビオットの評判が高まった。アルプマリティーム県の他の自治体と同じように、ビオットの領土は、戦死時代の定住地の移行をもたらした。 最も多いのは、ローマ時代である。紀元前2世紀、ビオの地は、リグリア人に属する集団、デッセアテス族が支配していた。多くの遺跡が、ギリシャ人が通過したことを証明している。紀元前154年に、ローマのコンスル、クイントス・オピミウスのデッセアテス族とオクシビアン族への介入に伴い、ビオットの土地は、アンティポリスの廃下に下り、古代後期までそのままであった。 1209年、プロヴァンス博アルフォンス2世は、ビオットの土地をテンプル騎士団へ寄進した。ビオットは、プロヴァンスの他の地域と同様、14世紀後半に、国士病や傭兵団によって荒らされた。村は1387年に、兵士たちによって破壊された。1470年、ルネダンジュは、オネイユダニから50世帯を呼び寄せビオットの村を、作った。 参照元、1962年まで、カシニ・デ出ル・イヘス、1968年以降、INSEE。ありがとうございます。